今回は4月にどんなルアーを使えばいいの、どこにバスがいるのと迷ってる方のために、僕が実際に使おうと思っているルアーと1日の釣りの流れ、バスの生態と狙うポイントについて紹介していきます。気になることがあればお気軽にコメントください。4月のおすすめルアーを使うシチュエーションごとに紹介していきます。いろいろとあるルアーの中からその釣り方に向いていて僕が実際に使うものを紹介していくので、迷ったらこの中から選んでみてください。そして他にもおすすめルアーがあればコメントで教えてもらえると助かります。まず春のバスは居場所がコロコロ変わるので、基本的にはテンポよく探れてバスを探していくような釣り方になります。初心者さんはシャロークランクかシャットテールワームを持っておくのがおすすめです。広範囲をサーチしていくときにはシャロークランクの中でもイボーク 1.2 がおすすめです。その理由はアピール力が高く、濁っていてもバスが気づきやすく、根がかりも少なくて実績が高いからです。あとはシャローで投げて巻くだけで OK という使い方が簡単なのもおすすめポイントです。もしシャロークランクではゴミが引っかかってしまう場合にはシャットテールワームの脳進化を使います。針先が隠れていて引っかかりづらいので、多少ごちゃごちゃしている場所にも通しやすいです。この時のシャットテールワームはスイングインパクトファットの 4.8 インチが、濁っていてもアピール力が強くおすすめです。濁りが落ち着いてクリア気味になった時にはスイムベイトかシャットテールワームを使います。使い分けはスイムベイトの方がトリプルフックでショートバイトを取りやすいのでメインで使いますが、障害物回避重視ならシャットテールワームです。スイムベイトのおすすめはステルススイマーのノーシンカーチューンです。いろいろとあるスイムベイトの中でもゆっくり巻くことができるんで、デカバスも追ってきて食べやすくなります。シャットテールワームはスタッガー6インチがノーシンカーでスナップで接続することでステルススイマーぐらいゆっくり巻くことができるんでおすすめです。アピール力はそこまで高くないのでクリア気味でも強すぎず使いやすいです。次は地形変化を狙う時のおすすめルアーを紹介していきます。この地形変化はただのブレイクではなくて、後半のバスがいる場所の中で説明しますが、セカンダリーポイントと呼ばれている場所です。ウィードがまだ生えていないので地形変化にバスがついて捕食をしているという状態なので、ここもなるべくテンポよく巻いていくのがおすすめです。初心者さんにはシャロークランクか高比重ワームがあれば狙いやすいと思います。ルアーは水深によって使い分けるのが簡単でおすすめです。シャロークランクはイボーク 1.2 が使いやすく、ボトムに当てても引っかかりづらいのでおすすめです。少し深くなり2メートルほどになるとジャークベイトのビジョン1点がおすすめです。その理由は誰にでも使いやすく、リアクション要素で食わせられるし、広範囲のサーチもやりやすいのがポイントです。中層で反応がない時やボトムべったりについている場合には、高比重ワームの沈み虫 2.6 か線香5インチ、デスアーダー6インチが優秀なので、この中から好みで使ってもらったらいいんですが、ザリガニがいる場所なら沈み虫がおすすめです。ボトムから離れないようにズルズルと引っ張ってくるだけで OK です。次にシャローの障害物を狙っていく時です。産卵を控えて足などに隠れて捕食をしているバスを狙っていきます。基本的にはシャロークランクを使いたいのですが、根がかりしそうな時にはシャットテールワームかスピナーベイトを使いましょう。シャットテールワームはアピール力が高いスイングインパクトワット 4.8 インチで、スピナーベイトは OSP のハイピッチャーがおかっぱりで使いやすく、足に引っかかりづらいのでおすすめです。そしてビッグベイトを使いたい人はこのタイミングがおすすめだと思います。足際でも引っかからないリップ付きでタイニーっぽくネチネチできるもので誘っていく感じで OK です。そのまま食ったらいいんですが、チェイスで終わった場合にはフォローを入れると釣れる時があります。足の中を狙うならクロー系ワームがベストマッチで、おすすめはドライブビーバーです。直リグかビフテキリグでセットすると使い勝手が良くおすすめです。場所によっては濁りが入ってこずクリアでシャローのボトムが見えるようになることもあります。そういう時には今回紹介したルアーでは目立ちすぎるので、ナチュラルなものを使う必要があります。狙う場所などは同じなんですが、ルアーカラーはナチュラル系やクリア系を使ったり、ミドストやキャロでは3インチなどの小さめのものを使うことでバスに見切られないようにする必要があります。しかしそういう場所は難しいのでパスしてもいいかなと思います。次に4月のバスの生態、動きについて紹介します。気温等によって変化するので、基本的にはこういう感じで動いているよって思って見てもらえたらいいかなと思います。まずは深い場所にいたバスがシャローにある産卵場所へ上がってきます。この時ディープからシャローへ直接向かうタイプもいますし、川を上がっていくタイプもいるんですが、この流れは湖によってパターンがあるので覚えておくと来年の釣りに活かしやすくなると思います。次にシャロー付近で産卵に向けた捕食を始めます。そして4月中旬頃の満月に産卵が始まり、
そのタイミングでは産卵に集中しているので、捕食モードではなく釣りづらくなります。この産卵は湖のすべての場所で一気に起こるというわけではなく、水温が高い場所から順番に始まっていくので、満月のタイミングでは、シャロー付近の捕食場所を狙うと、産卵に備えて捕食をしているバスを釣ることが可能になります。さらに水温が上昇してくると、ザリガニが冬眠から覚めて活動をし始めるようになり、それまでは小魚を食べていたバスが、ボトムを意識するようになるので、釣り場では足元をよく観察し、ザリガニをチェックしておくと、狙うポイントが絞りやすくなります。そして、急な気温低下が起こることがあり、シャローは水温低下し、バスは体温が下がり、動きが鈍くなります。そういうタイミングでは、障害物にタイトにつくことが多いんで、しっかり障害物際に投げて、ゆっくりと誘うことでバイトに持ち込むことが可能になります。そして、どこを狙えばいいのか、バスがいる場所はどこっていうところなんですが、基本的にはよくおかっぱりで釣りをするようなシャロー付近にバスが寄ってきているので釣りやすいチャンスになります。具体的には産卵場所になるような水深1メートルほどのシャローなワンドでは場所が広くポイントが絞りづらいので巻物で広範囲を探ってみたり、ワンド少し手前の深い場所やワンド出口の岬などセカンダリーポイントと呼ばれている場所では産卵前の捕食モードのバスが溜まっていて産卵に備えて荒食いをしているタイミングになり、そこが分かれば春の爆潮を体験できるようになりますが、バスはすぐ移動するので釣れたからといって1週間後に狙うともう釣れなくなったりするぐらいタイミングも重要になります。その場所は目視では確認できないんですが、ベイトが豊富にいる場所でないと荒食いしないので魚を食う鳥を観察しておくのがおすすめです。あとはワンドの奥などにある足の中もセカンダリーポイントになっていて、水深50センチぐらいしかなさそうな場所にもバスが隠れている時が多いです。ずらっと足が生えている岸際を見ると所々に隙間があり、その隙間の中はジカリグなどで狙って、沖の方に伸びている場所があると思うんで、その先端で待ち伏せて捕食しようとしているバスがいるんで、そういう場所ではスピナーベイトやシャットテールワームで狙うのがいいでしょう。そして産卵場所へ通じる道が川や水路になっている場合があります。そういう場所ではその川の中でもベイトが溜まっている場所、例えば流れがよれている場所や濁りが入ってきている場所の境目など、そういう水中の変化にベイトがいて、それを狙っている捕食モードのバスがいるんで、小さくても変化を見つけて丁寧に狙っていきましょう。そして僕が実際に釣りをするなら、一日を午前中、お昼、夕方、夜と区切ってどういう釣りをするのかを紹介していきます。琵琶湖メインの釣り方になるんで、他の場所とはちょっと違うかもしれないんで参考程度にしてみてください。まずは午前中です。夜のうちにベイトとバスが入ってくる可能性があるんで、セカンダリーポイント付近を狙っていきます。濁っていたらイボーク 1.2 の早巻きで何度か投げたり、クリアならスイムベイトでゆっくり丁寧に障害物際を通すという感じです。足際はスピナーベイトでガンガン当てつつ巻いていくという感じで、元気な捕食モードのバスだけを探す感じで次々と乱眼していきます。釣れづらいバスを粘って狙うより、そっちの方が釣れるチャンスが多いです。お昼になると太陽によって水温が温められバスの活性も上がってきますし、少し表層に近いところに浮いてきます。セカンダリーポイントで反応があれば引き続き狙いますが、反応がなかった場合、4月前半ではビッグベイトで目に見えるような水深を引いてきてバスがチェイスしてこないか確認していきます。この時小さいとダメなんですが、20センチ前後、できれば30センチ前後のジャイアントベイトサイズはバスが見に来てくれるんで、まあ、それで釣れたらいいんですが、釣れなくてもバスの居場所を把握するのに役立ちます。少し時間を置いてステルススイマーを通したり、クリアならミドストで狙ったりすると思います。そして大体のバスの居場所が分かったらビッグベイトをそのまま使い続けてもいいんですが、やっぱり釣りたいんでステルススイマーで出てきた場所を狙って乱眼していくと思います。次に夕方です。明るい昼間やクリア気味で釣りづらかった場所も夕末目が近づいてくるとバスの警戒心が解けるのか見切りづらくなるのか釣れやすくなるんで、ビッグベイトに出てきた場所か人気エリアなんだけど釣り人が多くプレッシャーが高い場所で最後のチャンスを狙います。暗くなってからじゃなくて太陽が山に沈みそうなタイミング以降にバイトが集中するんで、そのタイミングにはいいポイントに投げておくようにします。そして夜はライブ配信でしかやらないと思うんですが、セカンダリーポイント付近でシャトテールワームはアピール力が強いスイングインパクトかリップ付きビッグベイトのタイニーでゆっくり巻いていけます。夜は月明かりによってルアーのシルエットを出したいので浅い場所を通していき、バスが追って食べられるようにゆっくりと巻いていけます。
地形を知ってる場所ならフッキング性能重視でビッグベイトを使うと思います。そういう感じで1日回っていき、釣れるポイントが見つかれば通うけど、あまり粘りすぎないという感じで釣りをしていきます。ということで4月のバス釣りについてでした。よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。